はい、どうもこんにちは、弟子1です。で、皆さんついにね、 ANA さんの2021年のステータスが更新されました。イエーイ。ということでですね、今回はこの2021年、果たしてね、ANA さんのステータス、こちらがですね、解約なのか、それともね、改善なのかについてですね、塾長の方が今回徹底解説してくださいましたので、ぜひ皆さんね、いいねマークをとりあえず2回ほどしてからね、今回のビデオ、ご清聴いただければなというふうに思います。それではどうぞ。ガチコーマリスク、よっよっ、あれサングラスかかってなかったよ大丈夫です、あの編集さんが多分入れてくれてるんで大丈夫です。あ、そうよ、横棒入んのまあ、はい、いいや、どっちでも、うん、はい、じゃあ今日は、塾長、チャップンの時間ですよそっちは何時ですかこっちはあの11時ぐらいですね。あ、昼近いんだね。はい、塾長チャップン、お風呂チャップンの時間ですねじゃあまあ今日はそんな感じでまた話しましょうか。じゃあね、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日は何の話ですか。あ、ちょっと待って、そっち 何度なの。そっち15度ぐらいで、まあ、ちょっと寒いですね。はい、お、じゃあ同じぐらいだね今日は。あ、そうなんですね。今日ちょっと寒いよねそうですね、うん、そんな感じだよね。あ、気温は雨とか晴れとかどんな感じなんですか。あの曇り、天気曇りですね。はい、うん、まあ、同じような感じかな、じゃあ今日は同じ感じで、じゃあ行きましょうか。はい、ありがとうございます、はいはい、で今日は何でしょう。今回ですね、あのお待ちかね の、うん、ANA さんがですね、2021年のこのステータスですよね、の達成条件をですね、はい、出してきましたので、うん、ちょっとこれについて塾長はどう思われているのかなっていうところでですね、まあ、どうお付き合いしていくのかなっていうところをちょっと踏まえて伺えればなと思うんですけれども、うん、まあ、わざとギリギリに出したのかな。クレジットカードの締め切りっていうのは15日だから、はい、あの特にANA さんの場合ね、ビザとか15日締めなんだよね、はい、確かね、はい、で16日だから多分これ16か15か16に発表になったんでしょ、これ。そうですね、はい、16だったと思いますね、はい、まだ今回クレジットカード絡みを入れるっていうことで、はい、多分その日付に合わせて来たんだと思うんだけど、はい、なるほど、まあ、JAL さんがちょっと前ぐらいか10日、はい、うん、ちょっと前ぐらいに出たのかな。はい、まああれだよね、ギリギリだよね、追い込まれてるなって感覚は僕はあったけどうん、うん、でまあ ANA さんの話からすると、はい、まあ、JAL さんのやつは JAL で別の方で話して、はい、JAL さんと ANA さんの比較、はい、それはまあ別の方で話しようかなと思うから、はい、まずじゃあ今日は ANA さんのやつだけ話しようか。じゃあね、はい、よろしくお願いします。そうするとまあこれを見るとね、はい、モアって今何万なの。あ、モアってあるんですか、そのモアっていうの。あるよ、モアって。え、そうなんですか、知らなかったです。なモア取ってないの。そうですね、ちょっとダイヤモンドしか持ったことないですね嘘でしょいやいや、モア取ったことないだ。取ったことないですね。あ、そう、はい、モア今低いんだよ、取りやすいんだけど知らないの。あ、全く知らないですね。あ、みんなモア取ってると思ってた。そうなんですか。そうなんですか、うん、だって普通ダイヤモンドって10万じゃない。10万ですね、はい。今年だけモアは12万だよ。え、そうなんですか。うん、モアだったらだってじゃあ行かないで。あの、あれじゃ、うん、あの弟子一がもし、はい、ダイヤモンド持ってたら、はい、奥さんにダイヤモンドあげれるじゃん、はい、無料でね、はい、もしくは子供にダイヤモンドあげれるからいいんじゃない、はい、うん、だからまあ子供一人でダイヤモンド乗るでしょ、2歳の子供が、はい、飛行機に、はい、まあそれがあることと、あとスカイコイン、はい、あれが普通まあ 1.2 とか5とか7とかで、まあ、ダイヤモンドの人だと 1.7 までいけるんだけど、はい、まあ 2.0 まで取れる。ああ、いいですね。だからそれは、うん、100万マイルぐらい持ってる人だと170万が200万になるから。あ、結構大きいですね。30万、うん、だから30万分乗ればいいからね、100万持ってる人は、はい、それだけで十分取れちゃうから元が、うん、うん、乗っちゃった方がいいよね、はい、だから今年だけだよ、あのモアは12万、はい、今しかないんじゃないの。え、取ってないの。取ってないですね。ありえないでしょ普通はそういう話なんだそうですね、うん、そうか、
最近でシッチちょっとあれじゃない、調子こいてんじゃないの。で今年はね、400万かな、400万円のクレジットカードと、はい、それと今年って今までよ、400万のクレジットカードと12万まで落としてきたんだよ、はい、本当は15万なのよ、はいはい、でも今年コロナだからってことで、はい、モアは12万の、400万かなクレジットカードまで落としてきてくれて、いいなと思って、はい、たった2万乗るだけでいいんだと思って、はい、別に2万別に塾長は乗ってるってそんな感じよ。ああなるほど、うん、まあ、10万は普通に、国内線では取れないんだけど、僕国内線乗らないから、はい、国際線でね10万取ったから普通にね塾長しかいないと思いますけど、そうか、普通にだって国内線乗ったことないっていうのがいいでしょ。そうですね、国際線のみで取るっていうのはこれはミソなんだよね。そうですね。どうやって行き来するんだよこいつって感じはするけど、それはまあ当然ね、いろんな国のビザ取ってたりね、永住権取ってたり、いろんなの持ってれば行ったり来たりできるわけだから、はい、まあいろんな国に行ったりするというね、はい、まあ、あとモアの、21年のモアだと確かね、これああそっか、これあれか、送られてきたメールが限定の人だけだったから、あ、そうなんですね、もしかしたらなんていうかな、ヒラダイヤの人には送られてなかったのかもしれない、これ。ヒラダイヤ。わかんない、僕には来たよ、はい、オファーが、うん。で、12万でいいよっていうのと、はい、あと、400万、クレジットカード400万使ってくれればいいよって、この2つだったよね、確か。なるほど。そっちは条件なんだった？いやちょっとそれが覚えてないんで、もし来てたら多分やってたと思うんで、もしかしたら僕には来てないかもしれないです。多分平田屋だから行かなかったんだね。、うん、まあ塾長みたいに何年もやってないとダメだねやっぱね。そうですね、はい、まあただ行ったはずなんだけどね、そっちにもね、はい、うん、まあそんな感じで塾長は、モアになってます。だこれ振りがあったんだよね、このモアは、はい、今回のやつは、はい、が今回のやつ振りじゃないと、振りというかその、うん、このやり方いいんじゃないっていうことで、もう実際にもう実験してたんだよね、はい、今年の初めに、あ、うん、それでそれをまあ、一気に変えてきたという感じだと思うんだよね、はいはい、まあそのコロナの悪い状況をプラスにね持っていこうという感覚で、まあこれは良かったのよ、このモアは、はい、今年のね、2020年のモアは良かったんだよね、はい、15から12万に落として、アナカードの利用が500万を400万に落としたと、はい、で、いいねと思ったのよ、はい、まあ、僕これアナカードの利用が500万でもいいし、もしかしたら15万ぐらいでもまあいいのかなと思ってたのよ、はい、でも12万まで下げたらいいなと思ってたんだけど、はい、これをこのまま使えばよかったのよ、今年来年のはい、そのステータス獲得にね、ところがこれ見て、これ、はい、そこに今画面に出てんじゃない、はい、モアが15万 で、はい、で7サービス以上ってなんか変なのついてるじゃん。そうですね、はい、で600万って書いてるじゃん、はい、ここも上がったんだよね、500からね、はい、ここに関してはかなり悪くなったね、うん、モアに関してはだから、はい、モア今回達成した人多かったんじゃない、もしかしたら、はい、12万まで落としたし、うん、400万だったから、だからもう、はい、このモアの部分が相当解約、なんでかというと、はい、サブンセブンっていうか7サービス以上ってなかったから、まずもともと、はい、そうですね、うん、で600万が500万だったから、はい、で、まあ、今年に限って言えば12万だったからね、はい、でアナカードの利用料も400万だったから非常に取りやすかったんで、うん、今年は、はい、うん、でまあこの7サービス以上ついたと同時におかしくなっちゃったね、うん、なるほど、うん、ね、こういう時、うん、分かんない、追い込まれてんかどうか分かんないけど、はい、余裕があるようには見えるのよ。なんでかっていうと、世界初めてのね、まあ、彼らの言ってるのは、はい、ANN のほうで世界初めてのクレジットカードと、はい、その使った場所のサービスの、はい、混合で世界初めての、マイレージシステムっていう形で言ってるんだけど、はい、今年に関してはね、はい、確かにそうなんだけど、それは今年のモアに関して見れば、言ってみればそうだったのよ、はい、プレミアムポイントプラス、はい、そのカードの使用料、はい、100万で良かったわけで、まあ、それを下げてきたからすごい良かったんだけど、このセブンサービス、はい、7サービス以上、はい、これがくせもんだね、うん、
うん、はっきり言ってこれ入るとわけわかんないもんね。はい、7サービスって何ってなるから。そうですね、うん、あまりね難しいことさせちゃダメなんだやっぱ。はい、でしかも難しいことさせようとすると何かの誘導だろうってみんな思っちゃうんだよね。うん、確かに、うん、何か誘導するんだろうみたいな。はい、でパッと開けてみたら誘導だもんねこれ。うんこれが情けないよね。うんこれだったら単純に、まあ、他の世界の航空会社みたいな半分とかね、今年はね、はい、うん、それでよかったと思う。うんうん、このね、アナカード使用料600の55万まではまだ許せたんだけど、はい、うん、この7サービス以上が入ると、はい、えっという感じだね。その7サービスは何と、はい、でもう電話パンクですよ。はい、ここ行ったらこれ使ったらこうなんですかみたいな、うん、これやったらこうなんですかみたいな、はい、もうみんなインターネットなんか読まないから、はい、うん、そうすると電話パンクもこれだけさ、あの家でステイホームとか言ってるのに、ステイホームじゃないから、はい、日本は何だろう、何だろう、なんとかホームか、はい、家にいなさいって言ってて、ね、オペレーターさんたちもいないのに、はい、ガンガン電話かかってくるわけですよ、みんな。うん、これってどういう意味みたいな。分かった、これすぐ、7サービス以上、4サービス以上って、何のことか。あ、その後下の方まで読んで分かりました。下の方でちょっと見せてよ。はい、そう、これでしょ。はい、そうこれで11個あるんじゃない。はい、でこれ見ると、まあ、ANA のふるさと納税。はい、まあ、これ分かるよね。でも金額が大きかったりするのよ、はい、これ。はい。まあ、ちょっと重そうだなみたいな感じで、ちょっとパスみたいな、はい、感じでしょ。はい、ANA の保険、いろんな保険あるんだよね。はい。で、これ、海外行くときに海外保険入っちゃえばいいんだけど、はい、海外行く人少ないから、うん、まあ、いろんな生命保険だとか、なんかいろいろあるんだけど、なんか重いよね。はい。パスでしょ。はい、住まいでマイル、これ、家でしょ。はい。ちょっとパスでしょ。はい。そうすると命かけらないもんね、家買ってね、まあ、マイルのためにね。そうですね、うん、そうするとこの次だよね、はい、ANA ストアスカイ国際線機内販売、はい、これはいけるでしょ。なんかちょこっと買うだけでいいから。う、ね、うん、はい、ただハガキでの購入って国内線の場合書いてるんだよね。はい、うん、だからハガキにちょこちょこっと書いて送るタイプだと思うんだけど、はい、うん、まあただ僕としてはこの国際線機内販売ってあるんじゃない。はい、これがね、国際線機内販売なんで入れたかなと思うんだけど、国際線の機内販売って売ってねえのよ。はい、今。はい、なんで出してんのこれ買えないですね僕ほら国際線乗ってんじゃん常に。はい、だから国際線って機内販売今ないんですよ。あ、コロナだからですか。そうそう、もしかしたら16日からやるつもりなのかもしれない。それでこう、はい、大々的にやってるのかもしれない。それは怒るよね、みんなね。はい、で機内販売してなかったら。そうですね、これも国際線ちょっと、今年の最後の方になってくれば乗れると思うけど、はい、ちょっと高いよね。はい、で国内線でじゃあはがきでまあ送って買えと、はい、だったらまあこれはできないことないかなという感じ。難易度7だとちょっと塾長的には行きたくない。はい、うん、はい、次、空港内店舗、はい、これ余裕っしょこれ。はい、それは余裕だよね。そうですね、はい、うん、はい、ただ塾長の場合はね、国際線しか乗んないから、そうするとあれなんだよね、全部閉まってんのよ。はい、ただ全日空所持デューティーフリーってデューティーフリーって書いてるから、これは空いてとかあるかもしれないから、おにぎりぐらい1個買ってあげるよ一応これ難易度4。はい、ね、で次のアナショッピングの A スタイルってあるんじゃない。はい、これはまあウェブサイトに行って買えばいいことなんで、はい、まあただこれあるけどさ、結局買っても郵送問題とか、はい、どうやって送ってくるとか、いつ届くとか、はい、アマゾンに買ってないもんね。はい、うん、そうするとここに誘導してるの分かるじゃない。はい、彼らにしてみればこれだけ僕らやってますよってこと言いたいんだろうけど、はい、フライト以外で、はい、あんまり浮気しない方がいいよね。なるほど。ちっちゃい声で言うと、はい、ちっちゃい声で言うと彼らにしてみれば俺らやってるぜみたいな感じはあるんだけど、やっぱこれがいろいろ A スタイルだとか、モールだとか作ってやっぱ売れないんだよあれ。はい、でオカマイラー使ってじゃあちょっと網かけようかって感じでしょ。はい、あといやらしいんだよねやり方が。なるほど。僕だったら本業で勝負しろと思う。はい、うん、で本業をしっかりして世界で戦えるようになってっていう風にやっぱりそういうことを言いたいんだけど、ちょっとねこっちの方に行っちゃうともうごちゃごちゃしてるよね。うん、うん、
だから今まで誰も使わなかったからこういうふうな網のかけ方したと思うのよ。はい、うん、オカマイラーが非常にせこい使い方してガンガンやられちゃって、うん、美味しいとこだけみんなかっさられていかれて、あの儲けなんか出ないようなそんな感じになっちゃうより、はい、やっぱ飛行機会社なんだからそっちをちゃんとしてもらいたいよね、うん、うん、思ったこれは、はい、でまあでも使えるよねこれね。一応2番目、はい、インターネットでカチカチってやるから難易度3、はい、まあ、難易度5以下じゃないと進めないね。でまあ、アナトラベラーズ、これはまあ買うときにセットで買う、はい、あの買ツアーだよね、国内ツアーとかで、はい、ホテルとセットで買うのは、まあまあ、これ難易度5だね、ギリだね、はい、これね。うん、次、アナマイレージモール、これは分かるよね、はい、ここ、アナマイレージモールで買わなくても、はい、確かここを通して、アマゾンとか楽天とかで買えばポイントもらえるっていう、あれもあるから、はい、まあ、結構いいんじゃないかな、これ、難易度2。うん、はい、でまあ、マイルがたまるその他の、ね、お店ってことなんだけど、これまあ見ると、うん、余裕なんだよね。どこだっけ、楽天とかも入ってるんじゃないこれ確か、はい、だよね。なんか提携関係のやつだから、まあ、どこでも行けるから、これ難易度3、はい、うん、でこの辺なんか分かりにくいじゃん。そうすると、はい、読むのめんどくさい人たちはもうガンガン電話するわけですよ、はい、でこれでもパンクですよまた。まあ、ディスりたくないんだけど、はい、これ入れなきゃよかったのよ、これ大変だもんこれ、うんうん、黙ってあのお金、はい、あのクレジットカードの使用料と、はい、それであれ やればよかったのよ、うんうん、それだって今年初めにあのダイヤモンドプラスモアを、はい、機関車あの、その限定で僕らにあのテストもしたわけじゃん、はい、うん、テストもして、まあ、そこそこ達成した人とか多かったからってことでやってきたんだろうけど、はい、このサービス何個って入れちゃダメだよこれ、うん、うん、自分たちのねこんだけやってるよって見せてあれやりたいの分かるんだけど、まあ、ちょっと悪口言いたくないからやめよう、はい、あとアナカードマイルプラス、はい、ね、これはまあアナカードを使ってプラスになるお店だね、確かあるんだけど、はいはい、まあ、これは自分で調べてやってもらえばいいから、まあ、難易度そうだな、これ4、はい、はい、で次アナマイレージクラブモバイルプラス、これなんかクレジットカードの、ID かなんかを携帯かなんかに入れたり、はい、あと楽天 AD、はい、登録したやつで買えばいいから、これは難易度2ぐらいだよね、はい、そうするってこと5以下が、はい、1,2,3,4,5,6,7,8、はい、さっきギリ5って言ったじゃん、はい、はい、うん、アナストアだよね、スキーで、はい、はがきで帰って、あと国際線が機内販売今ないから、はい、そうですね、はい、うん、ただあるの出すのかもしれない、もし出してきたとしても国際線乗れないじゃん、はい、そうですね、命かけて乗れないから、はい、だから結構命かけろっての多いんだよねこれ、うん、例えばふるさと納税金額でかいね、ちっちゃいのもあるけど、はい、50万とか平気であるし、で ANA さんの保険ってなったら生命保険とか、まあ、生命保険以外のもあるよ、海外旅行保険もあるし、はい、あと500円ぐらいからなんかやってるすごい安いのもあるからいいんだけど、はい、なんか保険の勧誘みたいだよね。海外行った時のね、海外旅行保険だったらクレジットカードで入ってるし、はい、で海外旅行保険をまあね買っていくっていう方もあるんだけど、今海外行けないじゃん。そうですね、ちょっと命かけろっていう感じになっちゃうんだよねこれ1番も2番も、うん、で3番目の住まいでマイルだけど、まあこれ命かけて家買わないよねさすがにね。改装もしないよね、はい、うん、そうするとこの後で 1,2,3,4,5,6,7,8、 8のうち7達成しろっていうことで、はい、この一番最初のやつさ達成すればあとまあいけないことないのかな、そうすると余裕がないよねこれ見るとね、はい、どう見ても7個達成しろってことだから、うん、4個だったらかなりいけると思うんだけど、はい、まあ、その辺分かって7個にしたと思うんだよね、はい、うん、なんかこうなってくると分かんない、達成できる人でもやらないかもしれない、はい、うん、ここまでなってくると、うん、もうやりすぎみたいな、うんうん、感じだな、じゃあいいよそんなすごいことばっかしなきゃいけないんだったらいいよっていうね、なんかアフィリエイトみたいな感じじゃん、はい、これ、はい、そうならないかと思って心配してる僕は、うん、なるほど、そろそろみんなマイル疲れしてきてるからね、修行してガン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 やるところまで来てるんだけど、はい、オカマイルとかほら1円単位でもいろんなことやるじゃない、はい、もうそんないいよって
あの旅行で優雅な感じをしたいのに、はい、あの何その1円を集めるようなやつみたいな、うん、そんな感じの人が出始めてるよね、はい、その流れを読み組み取ってないかもしれない、はい、うん、そうやって限界に来てさどうなるかっていうと、まあみんなアナさん潰れてもまあマイルは残るだろうって感じはするけど、はい、まあ、一番恐ろしいのはマイルの解約だよね、はい、例えば今まで2万マイルで、海外国際旅行行ってた国際あれ行ってたのが普通平気で4万とかにするからね、はい、例えば日本の往復を今1万マイルぐらいで往復できるんじゃない、はい、それ平気で2万とかにしてくるから、そうするとマイルの価値が半分になるわけよ。そうですね。それはあんたたち100万円貯めてさ、はい、あの翌日から50万になりましたってみんな怒るじゃん。そうですね、はい、それがやってくるんだよねこれ、うん、うん、で今はいいんだけどこの時点にやらないよ、はい、絶対あの結果になっちゃうから、はい、まあそれの網掛けの一部かなこれ。結局そのま、飛んでね貯めるということよりも、はい、まあ、それ以外のものでね、クレジットカードやってきてくれっていうのは結構そういうところあるんだよね、はい、うん、で ANA さんはちょっとあのマイルをばらまきすぎだからアジャルより、はい、クレジットカードで 1.5 倍から 1.89 とかなるじゃない、はい、1.9 とかね、はい、あの JAL さんは1でもう決定だから、はい、うん、そういうところを見てくると、うん、まあ大変なのはわかるけど、うん、そうだな、今ほらネットばやりじゃない、はい、だからこういうネット関係で私たちやってますよって感じで、まあお客様を引き込むというね、はい、考えをしたんだろうけど、まあいいと思うよ、いいと思うんだけど、はい、一つ問題があってやっぱ感動を与えないねお客さんに、はい、うん、そあの 解約とか改正するっていうのはいいんですよ別に。でこの時期っていうのは解約しちゃちょっといけない時期なんで、はい、あのね、なんだよお前渋いなみたいに言われちゃうから、はい、そうじゃなくてやっぱ感動を与えるような感じ、うん、で感動を与えるにはまず早くやんなきゃいけない、はい、早くじゃ半分にするよとか、うん、ね、どこの会社よりもうちはもうあのコロナでみんな大変なので、うん、お客様のこと考えてますと、まあ、うちの会社も大変なんですけど、今回は半分でいいですと、うん、そしたらおじゃああんな頑張ってくれよってなるわけじゃない。そうですね、はい、応援するよってね、はい、あのないでしょこれ、はい、そうですね一番最後に出してきて、はい、しかもあの7個達成しろとかこれやれとか、はい、もう自分のとこのなんていうの、あのインターネットショップをわーっと出してきて、はい、まあ見方によってはあれだけど家買え保険買えでしょ、はい、納税しろでしょ、はい、倒れちゃうみんな倒れるっていうのはできるとかできないじゃなくて、はい、マジかってなっちゃうよね、うん、うん、そこがこの7項目って4からサービス4から7のサービスするっていうところがちょっとカチッときたのね僕的にはね、うん、はい、でも好きな人は好きかもしれない、はい、うん、でまあそのお客さんが離れるかどうかっていうと今回のでは離れない可能性が高い、はい、あの ANA さんから JAL には行かない多分、はい、うん、そういった部分では成功かもしれない、はい、うん、まあ理由はあれなんだよね、まあ、これ出てると思うけど、今まで通りの10万のやつってこれ見るとさ、はい、1万5000、3万、5万、8万、15万ってなってるでしょ、はい、でじゃあ10万じゃ達成できないのかっていうと10万でも達成できるのよこれ。これもう5回も与え、はい、5回与えるんだよねこれ、はい、これ5万、8万って書いてるんじゃない、はい、だけど8万いけばいいのかっていうけどじゃあ今までの通りの10万ないのっていうかあるんですよまだ、はい、それが説明ないでしょこれ。そうですね、ないですね、それも分かんないね、はい、それこれは今年だけだよと、で今年だけなんだけど、ま、プラス今まで通りのやつもここにあるよって書かなきゃいけないじゃんこれ、はい、書いてないんでね、うん、それも多分5回与えてまた電話だよパンク、はい、あまあでもいいよ、ちょっとあまりディスりすぎちゃったからさ、はい、なんで塾長花ばっか乗ってて、僕はこれ 愛だからね、はい、愛のためにこう厳しく言ってるだけだって、うん、ただまあこの7サービス以上で5万、はい、で600万っていうのはまあよくあるかもしれない、うん、ただ600万っていうと月50万だよ。そうですよね、うん、どうなんかね、まあ、アナペイとかにあの使っていけばいけるんかな、はい、ただあの、ね、やっぱ月50ってきついよ。そうですね、はい、うん、まあ今最近みんなクレジットカードになってきてからいいんだけど、はい、600ってさ
これさ、年収1000万の人ってきついよね、税金取られて。そうですね、はい。800万ぐらいしか手取りない人、どうやって600使うのってことになっちゃうもんね。そうですね、はい。これで切れる人もいるよね、多分。うん、そうですね。うん、下のこのプラチナの600万でも切れる人いるよね。いや、相当高いと思いましたこれはすごいと思いましたよね。ぶち切れるよね、多分ね。しかも7サービスでさ、はい。そうですね。こんなんだったらせこせこ乗って5万取るよ、みたいな。そうですね。うん。そうなっちゃう。わかんない。このカードの400万、600万。アナペイを使ってうまく、はい、JCB かなんか使えってことかな。このアナペイって JCB としか確か提携してないんだよ。はい。JCB 使わせたいっていうのもあるのかもしれないけど。どうかな、人によってはなんだ、はい、貧乏人はやめろよってことかよって切れる人がいるかもしれない。うん、はい、うん、だって400万でしょ最低。そうですね、30何万じゃん。はい、どうなんかな、クレジットカード会社でもらってる人たちってのはどうなんのかなという感じかな。はい、わかりました。うん、だからいいとこもあるんだけど、例えば8万のダイヤモンド、8万の4サービス、400万、これはいいかもしれない。はい、はい、みんなここ目指すんかもしれない。うん、そうですね。そうするとこれ半分なってないじゃん、これ。はい、たった2万しか減ってないのに400万使って4サービス以上かみたいな。はい、縛りがきついよね。うん、確かに。だからこれをまあ解約と見るのか、はい、と見るのかってとこだよね。はい、うん、どうしてもこれお金持ちだけ来てちょうだいに見えちゃうね。そうですね、はい。うん、もしかしたらそういうとこあるんかもしれないか、最近。ああ、そうなんですね。うん、あの穴カードで相当切ってる太い人いっぱいいるから、最近。はい、うん、そういう太い人だけ来てくれみたいな。はい、でそういう太い人たちにこの対象サービスを見てくれみたいな。うん、なるほど、なるほど。そういうトラップっていうか、その罠、はいはい、を感じるよね。感動はないよね。そうですね。そうなんだよ、感動与えなきゃダメだよ、やっぱ、はい、ハイアットとかそうじゃん。うん、なんかすごいですね。すげえ、もう半分でいいんだみたいな。しかも今年止まったら来年も1ポイントくれるのみたいな。そうですね、はい、でしょ。で3倍ポイントくれるのみたいな、あった。そうですね、ありましたね。はい、びっくりしました。やっぱこういう時だからこそそうしなきゃダメじゃん。はい、そうですね。もうそしたら一生ついてくってなるじゃない。はい、もうお嫁さんだよね、いわゆる。そうですね、うん、はい、これお嫁さんなんないでしょ、これ。はい、なんかこう、あのあれじゃない、いわゆるほら、海外アメリカでいうゴールドディガーって知ってる？何ですか。はい、ゴールドディガー。ゴールドディガーですか。あ、知らないの。知らないですね。はい、これは今年のすごい、まあ、ゴールドディガーっていうともすごいんだけど、はい、まあ、あの YouTube ではゴールドディガーって見ると、あの一番こうビューが見られてるんだけど、はい、あれか、港区女子っていうか、ね。はい、ああ、なるほどなるほど。そう多分今の通訳は、塾長が日本で初めて通訳したんだけど、港区女子って、多分あのみんな、あの、お、それだねっていう感じじゃない。はい、うん、翻訳すればゴールドディガーっていうのは金掘りとか出てくるんだよ。はい、はい、なるほど。翻訳しちゃダメだよ。わかりました、わかりました。これね、あの翻訳マシーンほどダメなもんないよ、やっぱり。ちょっと Google 翻訳とか入れてみるよ。はい、ゴールドディガー、そっちどうなの。ゴールドディガーって言うと何て言うのかな。あ、今普通に日本語で調べちゃったんで、ちょっと翻訳で調べてますね。お、あのあのさ、あの、にあの Google 翻訳で入れると、はい、金採掘者。これはひどいわ、これ。こういう訳すんだ、面白いね。ゴールドって金じゃん。はい、ディガーって掘るって意味なのよ。はい、うん、掘ってる人みたいな。はい、それを金採掘者だって。何、日本語だとなんて出るの、そっち調べると。いや、金、塾長のおっしゃる通り、 Google だと金採掘者って出てきますね。で、普通にゴールドディガーってカタカナで入れるとどうなのよ、ウェブで。みんなちょっと調べてみて、今聞いてる人。なんか映画の名前が出てくるんですけど。はい、あ、そうなの。じゃあ僕、あの、間違ってんの。ゴールドディガーって映画なの、もしかして。あ、多分でも塾長のおっしゃる通り、その、そうですね、そうでしょう、ゴールドディガー、はい、あ、映画か。はい、映画じゃん。おー、映画なんだね。あ、映画なんだ。まあでも僕らが使うゴールドディガーっていうとこ、港区ですよね。はい、あ、あ、これ映画があるんだ、これ。はい、それで言ってんだね、みんなね。僕この映画知らなかったもんね。うん、
まあ、そういうゴールドディガーっていうね、はい、金になびく、はい、女の人たちとかっていう、はい、まあ、そんな感じで金だったら何でもいいよみたいな、はい、うん、でそれをこうあの真似して YouTube でやってる人たちもいるんだけど日本はね、はいはい、アメリカでも結構かなり見られて、うん、まあ、それになってくるよねこれ、はい、うん、その金見せろみたいな、はい、うん、ちょっとそんな感じになってきたよね、うん、世界一だとは言うんだけど、はい、どうなんかなこれ、うん、アナカード使わせたいっていうこと以前の問題になってくるかもしれない。だって600とかっていうとちょっと高いもん、はい、そうですね。そうでしょ、はい、みたいな、うん、例えばこれ200とか300だったらみんなまあいいよいいよみたいな、100とかだったらいいよいいよみたいな、ね、はい、やるよやるよみたいな、従うよみたいな、はい、そんな感じでしょ、はい、これちょっとお前バカにしてんのかってなってくるかもしれない、ね、そうですね、はい、それとまああとはやっぱ金、はい、がある人だけ欲しいんでしょみたいな、そうなってきますよね、はい、うん、その辺も考えた上でやったと思うんだけど、はい、前回って今のね、今のダイヤモンドモアが結構、はい、あのほらあのハードル低かったから取りやすかったのよ、はい、でダイヤモンドモア取る人だったらやっぱり600万って言われても500万だったのかな本当は、うん、あ今年400万まで下がったんだ、はい、あいいよって感じじゃない、はい、うん、それと誤解しちゃったんじゃない、はい、それを評判いいから組み込んじゃったんだよこれ、うん、まあ勘違いとは言わないけど、しかもこのギリギリでしょ、はい、だってあと2週間後にから始まるわけじゃん。そうですね。でこの、うん、クレジットカードのカウントは12月15ってもう16から始まるわけじゃん、はいはい、発表した日に、はい、ギリギリだもんね。うん、うん、あと悪いことは言わないんだけど、はい、うん、まあ、お金がある人にはいいかもしれないね、うん、いやーでもどうなの、8万で400万の4サービスでしょ、はい、2万しか下がんないわけじゃん。そうですね、ちょっとショック大きいじゃないこれ。そうですよね。塾長は達成できるからいいんだけど、はい、10万で普通にね、はい、いやこれだったら10万で足した方がいいよっていう人いるかもしれない、国内で。そうですね、僕はそう思いました。これがあのほらどれだっけ、出張族の人たちなんかそうなんじゃないの、だってそうですよ、ね、会社から降りるから、はい、あと400万なんかちょっとそんな使えねえよみたいな人いれば、はい、うん、なっちゃうね。うん、うん、だちょっともしかしたらお金持ちにフォーカスしてるかもしれないねこれ、はい、うん、削りたいんかな、はい、だからその真意がちょっと見えてこない、はい、うん、まだ見えないね、うん、なるほど。でまあほらもうこれが出て翌日じゃん僕これね。そうですね、はい、そうすると、うん、まあ、みんななんていうふうに、これを判断してくるのか、はい、僕の方もちょっと見えないんだけど、はい、僕はそういう見方をした。はい、なるほど、うん、まあ、そんな感じかな。はい、わかりました。ちょっとさ、僕あれで JAL も話するよこれ。はい、わかりました。 JAL と比較した話できるよ。あ、それもぜひちょっと聞きたいので皆さんぜひ楽しみにしててください。はい、はい、そんな感じで、はい、今日も貴重なお話ありがとうございました。はい、はい、ガチンコマリジク、皆さん最後までビデオご清聴くださって本当にありがとうございました。ぜひ今回のビデオ、ね、気に入っていただけたら一言でも、ね、いいのでコメントの方ですね、バシッと何か残していただいて、そしていいねマートですね、1個でも2個でも、ね、3個でも構いませんので、ね、とりあえず1回押していただけると僕も、ね、含めて塾長も、ね、すごく嬉しくてですね、そういう皆さんからのやっぱりこうリアクションだったりとか反応っていうものがこうやってビデオを、ね、作っていくモチベーションになりますので、お手数ですが、ね、皆さんからのフィードバックね、いいの一応一言でもいいので、ね、コメントの方といいねの方、お待ちしております。でまたね、何か今後ガチンコへの要望とかですね、リクエストとありましたら、このビデオのですね下にある URL の方からね、随時ガチンコの方にね、メールアドレスも送っていただければなというふうに思いますので、ぜひね気軽にコンタクトしていただければなというふうに思います。それではね、また次回のビデオにてお会いしましょう。ありがとうございました。